キョリーどうも、ね、夜遅くになりますいやでもこれ見てる人は夜遅いんかなみんな夜見てますん見てますんすねいやもうそんなんどうでもいいんですよついに淡路島ツーリング参加者の人に呼びかけてたステッカー参加者の方たちのみねステッカー希望の方がおられたら連絡くださいステッカー出来上がり次第に送りますんでって言ってましたよねそれねできましたそのステッカー言ってたねステッカーが出来上がったねいやこれのまだ倍あるんですかまあまあまあ、うん、このステッカーフリーランチョッパーほんでこのヘルメットのところにねすんがちゃんと書いてるでしょこれ僕の後輩ねちょっとデザインしてもらってこの絵描く子がいてるんでねデザインしてもらって書いてもらったんですよこれね、一応僕なんですよこの骸骨僕なんですよ眼鏡かけてあごひげ生やしてるでしょ分かれへんもはや誰か分かるかもなそういうことじゃないんですけどもうね、これ送らせてもらってもうみんなの手元にねもう早速ついてるみたいですねインスタとかのコメントで今日届きました、ね、ありがとうございますっていろいろね来てますこれねクリスマスということもあってねみんなもサンタさんになれましたねすんがサンタさんってみんなが言ってくれてますみんなの役に死にくいじゃん喜んでもらえてよかったっすねこれでまた通院に参加されてない全然関係のない人がくれ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 言ってくれるんですよ送りました送ったわね淡路島ツーリング参加者だけやいってのなんで関係のないのにくれ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 言ってくれほんでまた着払いでいいんで送ってくださいと思って持ち腹で送ったわめんどくさいほんでもね後からもうこれ見てまだ言ってこられても送りませんよ絶対送りませんのでもう送れないんですこれね地味にね84円やったっけ今83円やったっけ切手代ねこれねみんなに送っててねバカになりませんよ切手代結構金かかったぞこのステッカーといいほんまもう送りませんよそうボランティアしてるわけじゃないんでねもともとね僕がツーリングとか行ってすんがチャンネルでそこのお店ね訪ねて行ったお店のところにマーキングするためのステッカーやらみたいなまあまあまあなんかまたねツーリング来年また呼びかけるんでその時に来てもらったらまだまだあると思うんでその時に手渡しちゃったらくれって言い張るんでしたかね差し上げますけど送ってくれっていうのはもうそれはもう反則ですもう送りませんお会いした時にでまたね僕ね暇つぶしに筋トレ動画とか上げてるんですけど全然人気ないんですよねほんま走行動画とかやったらみんなね1000とか2000とか上がってるんですよ、ね、筋トレとか僕の独り言っていうのはね4、500とかね人気がないんですよね、まあ、登録者数全員見てないでしょってことなんですよ500とかねあんな登録者数今何人いてるの2800とかそれぐらいいてるんでしょそれでね500しか回らんっていうのはね俺らがどうでもええの分かってますけど
走行動画じゃなしに、なんかね、僕のこういう筋トレとか、こういう独り言の特権で何かね、こう見てはる人に、なんか呼びかけたりしようかなとか、知らんけど。そんなんもおもろいかな。いやー、うわー、しかし、これまあまあ、かっこいいでしょ。意外とね、このステッカー気に入りましたね。うまいかって感じでしょ。まあまあ、飽きたら飽きたらまたね、終わったらまた地方デザインをちょっと変えてね、やったらいいと思うし、もうこのまま別にやるってもええよ、もんです、ええよ、もんです。来年ね、呼びかけますんでね、また走りましょう。楽しくね、走りたいです。参加したことのない方もね、来てもらいたいですよね。